シンガポールにおける漢字では、シンガポールで使用される漢字について総合的に説明する。1890年1月28日付の方、シンガポールにおける漢字の使用は、ジ人が本格的に移住を開始した19世紀前半に遡る。1819年2月6日、ジョホール王国より召喚建設の許可を得たイギリスは、シンガポール島に、 東南アジアにおける新たな貿易拠点を建設した。1819年当時のシンガポール島は人口150人の小島に過ぎなかったが、5年後の1824年にはシンガポール島の人口は1万人を突破し、1827年にはカ人が最大の民族集団となった。1842年、アヘン戦争の結果清朝から香港を獲得した。 イギリスは1845年にシンガポールと香港を結ぶ定期航路を開設した。これによりシンガポールの過人人口はさらに増加の一途をたどり、1860年当時シンガポールの人口は8792人であったが、そのうち過人は61.9%を占めていた。1910年の侵害革命直前にはシンガポールでは歩行と 革命党両派の手によって数多くの中国語新聞が創刊された。北高党は法、保守法、天南新法、革命党は早期新法、中高日報などを創刊し、市場で論戦を繰り広げた。新外革命の後、シンガポールの歌人学校では中華民国と同一の教科書が採用された。また、1920年代に文語が伝統的な文言文から、 白和文に改められた。反対字が使用されている看板第二次世界大戦後もシンガポールでは台湾や香港と同様の反対字が主に用いられ中国で採用された艦隊字は使用されていなかった。しかし1965年8月9日にマレーシアから独立を果たしたシンガポールは1969年に艦隊アザ票を発表し 漢字の簡略化に乗り出した。この艦隊や座標準拠の艦隊字の使用は約7年続いたが、1976年にシンガポール教育省は中国と同一の艦隊字を採用することを発表した。以後現在に至るまでシンガポールの公的機関や新聞の本文、標識などで使用される漢字はすべて中国と同一の艦隊字である。しかしながら、 反対字の使用も完全に廃れたわけではなく、野号や看板、商品名などには未だに反対字が用いられることもある。また書店には、香港や台湾で出版された反対字の書籍も並んでいる。現在、シンガポール住民の76.7%が、歌人であり、漢字を使用する言語である、中国語を母語とする人口も49.9%を、 めていることからシンガポールにおいて漢字の使用は現在でも盛んに行われている。公教育の場においても中国語は英語、マレー語、タミル語とともに4つあるシンガポールの公用語の一つである。ため、シンガポールでは関体字を用いた中国語教育が必修科目となっている。関体や座標の関体字は中国の関体字と必ずしも同一ではない。表中には 中国の艦隊字をさらに簡略化したに関知と同一の事態もあるなど、諸外国の事態と比べてさらなる簡略化が行われている感じがある反面、変貌を簡略化しなかった感じや、日本の新事態や拡張新事態と同一の事態を採用した感じがあるなど、中国の艦隊字より簡略化されていない感じも存在した。 独自の字体日本の新字体と同一の漢字日本の拡張新字体と同一の漢字拡張新字体の定義にもよるが、初を除いて実には収録されていないため、シンガポール独自の漢字と解釈することもできる。独自の字体日本の新字体と同一の漢字、シンガポール、イフラリッシングフリーポーツ、US ライブラリーオブコングレス、2012年12月3日、閲覧。 センサス・オブ・ポピュレーション2010、2012年12月3日閲覧。全球点、2016年5月21日閲覧。線は主に香港、マカオで用いられる漢字であり、台湾、日本ではそれぞれ、線、線と書き換えられる。ありがとうございます。